頑張れば釣れると頑張れば釣れますよ。やりましたね、さすが、はい、男前、ありがとうございます、ね、こんばんは、観覧寺五郎です、今日はね高瀬に来てます。多少はねずっと釣れてるんですけどね、忙しくて来れませんでした。ちょっとね頑張ってみたいと思います。結構人いますね。頑張りますよ。よし、今日はこれ使ってます。今ね、真っ暗だよ。釣れない。これってみる。はい、もうここね水深浅いからね、フローティングだったような気がするな。あ、いや、これひらひらゆっくりアクションつけずにただ巻きで引いてきます。釣れないよ。終わったぐらい。滑り込んだのかな。ダメだね。夕まずめ。ちょっとまたこれ出直しですね。出直し。土、おめでとう、はい。ありがとうございます。映ってないよ全然土。あ、土映った。あ、映った。男前だよ。あ、今日も男前。あ、ピンボケすごい。勇者と呼んでください。はい、勇者。おめでとう。はい。はい、ちょっと見して。土釣ったんだってよ。ピーンってチンピーン。え、何？お、なんか銀色の巨体が。巨体。ぐるぐる巻く。うわ、太い。短。尻尾がないのよこいつ。ちょっと見えない。全然見えない。F4 です。この F4？ 土減って太いからね。太いからね。F4.5。5ぐらいあるね。太いねこれね。太い、数は少ないんだろうけどね。太いねこれ回ってきたら。で太いよほら。俺の手だったら5あるよこれ。ほら俺だったら5あるもん。5だよこれ。すげえ。ね、重いし。この城入ってるお腹の中。ほらこれ。この城もこのぐらいのサイズ。この城。サッパが入ってる、サッパが。この城とサッパって一緒なの？サッパがちっちゃいんじゃないの？2匹ぐらい入ってるよこれ。いいの取りましたね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ね、ちょっと
頑張れば釣れると、ね、頑張れば釣れますよ。あールールはだからね、えあなんか映ってない、あー釣れてる釣れてる、あそうだね、おーやりましたね、さすが男前、ありがとうございます、ね、浮き釣りには来ないのね、浮き釣りは誰来ないね、土釣ったとは見せて、あのさっき根がかりました、あっ根がかった、もうキャスティングの殉職してますね、はい、キャスティングのワゴンセットで売ってるジグスプーン、ジグスプーンね、うん、あのだからからって 私の同じ色違い持ってます、ね、350円でね、いいよ、本当に良かった、じゃあ私もうこれで駐車場が閉まりますので、はい、あ帰ります、私も帰ります、あと5分で閉まってしまう、あと5分でやばいじゃないの、はい、じゃあ、うんね、お疲れ様でした、はい、また来ようね、バイ、はい、そしてねこのねジグスプーンっていうの、このタイプキャスティングでワゴンに乗ってる入ってるやつなんだけどね、これいいんですよね、プル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 ね、ただゆっくり巻くだけでねひらひらなるんでね、ほらこのなんかねこんなのっていうのね、これの色違いでさっき釣ったんですよね、フォールで食ってみたいですけどね、うん、ひらひら落ちていくんだろうね、だけどねこれな、これ何回も投げたんだけどね、はあ、でかかったね、もうちょっともう一回ね来てあと何回かね来ようと思います、道がわかんねえ、わかるか、お、やばいやばい、結構ね釣り人いますね、夕まずめだけだけどね、朝もいいんだろうな、朝もな、ちょっとね時間選んでね来たいと思います、うん、まあこんな私でも釣れるかな、楽しみです。